送ってもらって、はい、で、夕方また迎えに行って、それでまあ日中はなんとかなってるんですけれども、難しいのはやっぱり突発的なことが起きてしまったり、やっぱり今日夜何時から打ち合わせねっていうふうに言われると、そこがなかなか難しいところがありますよね。それで、先ほど辻元さんからもお話しいただいた、女性の公募というのを今回始めました。はい。とにかく一人でも多くの女性から政治に関わろう。そして政治を変えて世の中を変えようという、そういう気持ちを持っている方々を後押ししたいと思って、始めた公募なんですけれども、ぜひ女性候補者支援チームというのも作って、その方の政治活動やあるいは選挙に向けての活動についてサポートする体制を取っていきたいと思っています。具体的にはそうですね、まあ、新人候補の皆さんだから、やっぱり外に出て街頭演説で名前を売ったり、自分の政策を話したり、顔を覚えてもらったりっていうのは必要です。で、その時に朝の、例えば、まあ、私みたいな立場で言えば、幼稚園、保育園への送り迎え、これやっぱり、近くに肉親の方がいらっしゃればいいんだけど、いない方などは、やっぱりこう、手助けしてくれる人、まあ、シッターさんなどにお願いすることもあると思うんです。で、そういったシッターさんの費用を等として、支援をするとか、まあ、具体的にそういったこと